対戦よろしくお願いします。今回は電気クレセリア界ですね。弱点のないやべえやつなんですが、まあ今回はテラスタルを前提にしないと少々しんどい可能性はあるかな。なんだかんだ火力やべえやつ多いね。こうしてみると現環境は。ただクレセリアの天敵といえばやはりウーラオス、特にアク、あいつやばいんですよね。でも今回はいないので、何がいるかな。正直神超怖いけど、先発神もそうだが、一番怖いのは何気にバサギリちゃん。オリーバ使うかな。いやーでもどうだろう、ドランもいるし、今回はハピで行くか。よろしくお願いします。いいタイミングでクレセリアを着地して瞑想を積んでゲームセットといきたいですが、現環境はなかなかそうスマートにもいかないんだよな。よろしくお願いします。さあお相手の初手はこの対面、まあ名刺交換になりそうだな。トンボ返りの可能性もありますが、まあステルスロックあまり巻かれたくはないので挑発しておきましょうか。我がランドロスは攻撃性能を削って、おいこいつスカーフか、可能性はあるね。ステルスロック、この速さ、技選択大いにありえますね。2連続で上を取っているしね。雪崩は意外と使われないんですよ。それを選んでるっていうのが答え合わせじゃないですかね。トンボ、もう雪崩しか打たれおやおやおや、ヒルンで技が出せない。トンボ、向こうはこれでランドロス落とせれば儲けもんって感じでしょうね。まあそうそうひるむわけないじゃないですか。ステルストンボ返り、まあこんだけ上取られたらもう確定でいいと思います。これでこだわってなかったらもう笑ってやってください。来世までいきます。もうこれ勝ちじゃないですか。これではでは瞑想効かないね。冗談みたいな肩さしてる。さあお相手、絶望したまえ。そう、食べ残しでほぼ回復しきる。一回でも雪崩外したらもう終わりだっす。引っ込めた。アンコールとかあるんかな。アンコールとか超怖いからな。ジュナイパー、こいつ何してくるんだ。こっち見んな。なんでカメラ見てんだよ、やめなさい。こっち見んな。なんでだよあいつ、なんでこっち見てんの。超目合うんだけど、気まずくないこれ。もうクレセリアのことが画面に映ってこないぜ。ジュナイパー君角度おかしくない。あ、やっと正面向いてる。まああんまり悠長なことしてるとあれなんで、もう攻めちゃいますか。サイコキネシス今顔覚えてるからやっぱおかしいんだってこれ。ジュナイパー顔で調べよう。ちょっとまあジュナイパー君顔いいからそういうことじゃねえんだけど、気になってしゃあないんだけど。ジュナイパー向き影打ち、あ、舐めすぎ。それとっとこ舐めたろ、全然効かねえっす。さあぶっ飛ばしてあげよう。いや絶対おかしいよなこれ。ジュナイパー顔出てこないぞ、マジかよ。でもこれ思ったよりお相手もう積んでるんじゃないこれ。恐ろしいよね。もうゲーム終わりですよこれ。何やっても無駄だから、ケタグリの方が威力はあるんだな。クレセリアってそんなに重いの。リーフブレードとかの方がいいんじゃないですか。でももうゲームセットっすよ。ありがとうございました。これがやばいところなんですよね、クレセリア君の。哀れジュナイパー絶対おかしい、これ絶対バグやわ。もう断言するね。だって
正面じゃない方向にクイッて向いてるから、やっぱあれ挙動としてはおかしいんだよ。まあこれにはジュナイパーも真顔みたいな感じでしょうか。はい、お相手にジュナイパー出してもらわないと気づかないし、玄関今日あんまジュナイパーなんていないから、いたとしてもあっちですよね、翡翠の方だから、あんまり話題にならない感じだろうか。そういう風に納得しておきましょう。さあどんどん潰すぜといきたいが、羽ばたく髪に瞑想を積んで大丈夫だろうか。まだ早いし、まあ瞑想積んでおこう。ショック物理、まさしくショック。でも全然効かねえんだわ。なぜなら物理耐久にはもともと曲振りしているから、隙がなくなってしまうね。まあ神ではもう倒せないでしょうね。これ痛み分けで遅延行為するのが関の山でしょうか。まあ瞑想痛み分け型なら泥仕合にできるか。そしたらもう急所を引いた方が勝ちになるね。詰みです、シャドーボーダメですすげえな、神は、神がこうもあっさり潰されるとはね。つまり今回の戦術、どこかしらに隙を見てクレセ着地させて瞑想を積んでゲームセット大作戦。アンコール以外なら余裕っぽいですね。アンコール持ちと確定急所のウラオス、ここだけはちゃんと見ておけばおそらくいけるかと。クレセリアさんは能力値が若干下がってるんですよね今回。しれっと防御特防が確か10ずつ落ちてますが、正解だったな。これよりさらにもう一回り硬いと思うとおえってなるわ。さて3立てですね。正直この試合の時点でジュナイパーに全てを持っていかれた気がする。まおお、トンボ効かないね。まあ地面当たんねえし、岩なだれは命中不安だしな。でもひるみ急所にかけるしかなかったのかもしれないよ。さあゲームセットです。お相手ギリギリまで諦めなかった、素晴らしい。だが無意味だ。対戦ありがとうございました。ジュナイパー君の次回の視線にご期待ください。よいしょっと、対戦よろしくお願いします。天然持ちのヘイラッシャ君がいますが、まああいつはそんなに苦手じゃないね。電気テラスで一致10万ぶちかますから、おそらく耐えられないだろう。テラスタル切られたらめんどくせえな。草とかだったらめんどくせえな。なんならまあ何せよヘイラッシャにテラスタルは切らせたらやばいな。前言超撤回。どうしましょうかね。残りランドロス先発で、まあ大体はなんとかなると思うけど、で主役のクレセリア過去ルナトーン出して、この2体だとツムゾーンおめえってなるのは、テラスタル変更前提でオリーバ連れてくか、ヘイラッシャがね、そうヘイラッシャがタイプ変えてくる前提で一番火力のあるポケモンを連れていく。天然持ちだからリーフストームもデメリットがない、連射できますし、まあ逆にヘイラッシャの火力ではオリーバはまあ 1,2 回は動けるでしょうしね。よろしくお願いします。あ、いいな、イバラ。そういえばイバラ使ったことねえわ。ドラヒー。さてこの立ち合い、お相手が風船で浮いてたら話は早いんだが、わからないね。マグマストームが当たったらやばいか。ステルスロック、テラスタル切ってくれた。これでヘイラッシャーはテラスタルを切らない。話が早い。草かな、メジャーなのは。氷、地味なところ来たなこれ。ほうほうほう、こいつテラスタルの幅多いね。一応氷の弱点炎をカバーしてるので、弱点は岩、格闘、鋼、多いわまあバースト目当てでしょうね。多分先発ランドに家族を奪われたのでしょう。ですがこちらはすでに役割を果たしているのだよ。トンボで残しておく価値もなくはないでしょうね。
お相手のポケモンからして物理でやべえやつで威嚇入れたいっていうのはあんまないですね。こうしてみると大剣気いないでしょうし、であればここは岩石封じを手堅く。これで保険持ってたらやべえけど、あるか。うわ、威力すごい。ここまで削ったら十分オブ十分。テラバー、お相手の手持ちにアンコール持ちはそれこそ大剣気ぐらい。後から出てきたらびっくり仰天ですけどね。まあそうなったら即オリーバに逃げるしかないでしょう。一応ステルスロックは巻いているので個対戦は有利。先発からテラスタル切ってランド落としにかかったってことはドラウンはタスキか何かをお持ちの可能性すらあるか。瞑想。さあクリステリアオンステージ。なんなら上取ってるから、いやでもクリステリアの方が早いからスカーフはねえか。だがテラバーストを打っているメガネ威力でわかる。突っ張ってるからメガネの可能性はあると思ったけど、まさしくかもね。さあゲームセットが近づいているよ。クレセリアは毎ターン硬くなる。そしてヒードラン君はさすがに帰宅。クレセリアに対する対策も今回の動画の見どころポイントですからね。はい、来ました。平下君天然持ちであれやこれやしたいんでしょうね。ですが、眠ったままでもよくない？地割れ効かねえし。じゃあぶっ潰して差し上げましょう。そうクレセリアはなんだかんだ純伝説のポケモン、つまり他のただの耐久型に比べなんやかんや思ったより火力出て草が発生するわけですよ。おそらく確定2発で沈むはずです。でも特防特化のそれだったらその限りではないか。行くぜ、マキシマムスパーキング、ムーンライトパワー。強っ。ほんと思ったより出るわ予想以上ですわ。でしかもヘイラッシャー君殴ってきてるね。あくびじゃねえんだ。光流されたくはねえんだけどな。ここは倒しきった方が正解の可能性はありますが、俺だったらあくび打つんだよな、さっきの時点で。ちょっとだけしか回復できなかったか。こいつ8枚いてないか、もしかして。ヘイラッシャーにしてはダメージが多い気がします。ヘイラッシャー君は物理面のステータスすごいけど、それでも100ちょいぐらいしか攻撃はなかったはず。なのにクレセリアに半分ぐらい通してるから。さあ瞑想を2回積んだ状態でのこやつ。さあ食い込んだ。 S 振ってるだろうから向こうの方が早いでしょうね。まあ月の光行きましょう。マグマストーン当ててきた。これはとっとと落とさないとね。でもマグマストームの高速ダメージ込みでもこれ通ってないぞなんならもう一回月の光浴びれますね。これ向こうとしては安定火力なんて打ってる余裕はねえというか、それをやったら最後体力が最大まで戻ってしまいます。交代もできない、ステルスロックで死ぬからね。つうかマグマストームであっても戻るやん。こいつどうすればいいんでしょうね。クレセリア型破り自信、まあシンプルにクレセリアより速いポケモンで挑発を打つとか。さてマグマストームの PP はまあもういいでしょう。もう十分見たし、あとはお相手の対策の方をメインコンテンツにして殴りかかりましょう。急所に当たるのも負け筋ですからね。イーユイとかなら殴り合いできるかな。急所ガチャドランでは足りないということ、恐ろしいね。あとはウーラオス。さあ回復します。おぞましいポケモンよ。最後のポケモンはクレベース。お前あれなんだよな、もうミラコできないねさようなら。倍で入るから生きれねえわ。
悲しみ。対戦ありがとうございました。まあ仮に反射できてたとして、後ろにもう一体いるのでどうあがいても無理ですね、クレベースのスピードでは。いやこいつ強えわ、もう一試合行こうぜ。でサクッと終わり。対戦よろしくお願いします。どうやら天罰が下る時が来たようですね。ウーラウスです。悪だったらやばすぎる、マジでサンダー入れざるを得ませんね。というかお相手ダブルのパーティーなんじゃねえのっていう、上の2匹、いや正確にはイエスさんがいないとそうでもないか。まあでも2試合暴れたので、そうもう1試合はこうやって狩るんじゃよっていうシーンを相手に丸投げしましょうか。で勝ってしまったらまあやばいっすねこいつで、無事ハッピーエンド。そうハッピーエンドしかないのよもう今回、よろしく。ほうステルスロック跳ね返すやつじゃん、なんならあくびとかも持ってるやつじゃんこの野郎。ですが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 、こういう時に役に立つ技。どうしましょう、岩石封じから入ってもいいね。封じから行こう。おーリフレクター壁張りかよ、うれ。まあまあ通るね、これあくびも持ってるでしょうね。トンボそれいい火力、ステルスロックなんとかして巻きたいですけどね。ボルチェン一生嫌がらせしてやる。あくび、うわーサンダーにあくび入っちゃったよ。でも守るとかあるかもしれないんですよね一応。守るは警戒した方がいいのかな。サンダー君に眠ってる余裕ないんですよね、1ターンたりとも。素で変えますわ、なんか嫌な予感がした。ウーラオスを受けるっていうのはなんだかんだ羽休めとかも込みでフル稼働しないとね。さあお相手の技、壁だった。さすがにもう一つは攻撃技もしくはバトンってところでしょうかね。ではでは、岩石封じ、うい、よし、ゆっくり倒すぜあくび。じゃあトンボで帰るね、杖はこの技。実際エイフィーほぼ何もできていないでござるよこれ。じっくり壁のターン使い潰したしね。向こうもトンボ読んでくる場面ですが、虫は向こうにできないぜ。アルマーグレーン、スイエ、砕けるかな、シングルだし。さあ特殊耐久はどうでしょう、好きという状況ではないね。サンダーういった、まあサンダー一撃でぶっ飛ばす火力はねえでしょう。電磁波、何サイコフィールド、ほう、どういうこっちゃ。サイコフィールドは先制技が使えないぐらいでしたっけ。なんか不気味なフィールドが貼られたので僕は帰ります。お足が速いね。ではでは失礼。ワイドフォースの威力がすごいことになっているのでそこは気をつけましょう。ダブルじゃなくても確か威力は上がるはず。では魔王氷、ドゥル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 、権利切れてるらしいからなんかメロディーが流れたぞ。でも YouTube 君はあれだろうな、なんか権利的に大丈夫だからとかいうものがあったとしてもどこぞのなんか謎の団体がこれ僕の曲みたいなこと出してんだろうな、申請で持ってかれんだろうな。もう見えてっから、見えてっから、うい。さてこの状況、お相手はリフレクターがなくなった。まあ強打で来るでしょうから僕はこれでいきます。なぜかマリオの BGM 流したらなんか例えばオランダとかから突然僕の曲ですっていう、いやそれはねえだろ
お前どこから来たんだよってなるからな、マジ。話だけ聞いたらギャグなんですけど、なんかそれでなんかお前の動画は違反してるみたいな警告文来る。こっちのメンタルの身にもなってほしいもんだね。いきます。弱点はない。ほう、剣の前。なるほど。ギャッ、向こうも隙を見てぶん殴ろうって魂胆か。こいつはきちいぞ。サイコキネシス、まだやられないだろう。今日だ、おっす。急所でも所詮この程度。キュラエスサイコフィールドパワーは浮いてるので乗っていないけど、回復します。これ5つ目で削り切れるか。5つ目のダメージは、いやでもいけるっしょ、いけるっしょ。なんだかんだクレスやばいな。剣の前積んでんだぜ相手は。こんにちは、アンク兄弟。おーす、お前もすげえわ。タスキかよ。ちょっと待て、なぜなぜ、まさかこれ噂のパンチグローブ、パンチグローブなのかこれは。まあ強打だからパンチだろうな。初めてそのアイテムが生きてるところを見た気がするが、へえ、くっそうぜえくっそうぜえな、それマジか。いや、頭が点になっているが、確かあるって聞いたけど。なるほどな。ま、岩石封じから入ればいいでしょう。引っ込めたぜエビー。威嚇をリセットしたいだけかな、これは。そら、オッケー、エビー犠牲。剣の前がリセットされてるので、むしろウーラウスの火力はさらに落ちたぞ。アルマ、この状況ではお前の方が。S を上げてやる筋合いがない。帰ります。トンボしたら鎧が砕けてしまって、 S 振ってた場合はクレセリアより速くなるから。オッケー、これもう勝ち確じゃないですかね。ここで月の光を浴びておけば、もうお相手のテラスタルも割れていますから、次ウーラウスが出てきたら剣の前の効果が乗っていないので普通に殴りゃよし。あら怖いあら怖いわ、嫌だわ奥さん。麻痺してしびれなくなるまでいたぶってあげましょ。お前ら一族に油断するわけねえのよ。これは勝ち確となったか。しびれて動かなくなったタイミングでぶん殴ってゲームセット。なんだかんだクレセリアの耐久に救われた試合でしたね。フィールド先制技封じ、そういうことか。砕ける鎧で安定して上から道連れを打つっていう型だったのかな多分。まあもちろん本人も火力は出せる的な。まあじゃあとりあえず一発ねじ込んでおこうか。ストーラーよっと、軽やかにね。あんまり通らねえな。まあ大体そんなもんやろうなと。ワイドフォースでこれはもう冗談でしょ、嘘だろって感じですね。ゆっくり遊んでいこうぜ。瞑想確実にいきます。まあさっきの10万打たない理由もなかったと思うが、こいつかなり固めですね。無駄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 。では月の光でお相手を絶望へ誘いましょう。
ザ・ゲームセットです。結局クレセリア君体力減ってないんよ。化け物だわこいつ。多分落ちる。さすがにもう一回瞑想積んでるし、さっきの倍入る。 OK。 さあウーラオスちゃんいらっしゃい。不思議感もねえ、先制技急所なんていう勝ち筋もねえ。まあそれでも兄弟より威力低いしね。さあゲームセットの最高品質で今回の動画美しく締めましょう。対戦ありがとうございました。やるじゃん。でも半分いかねえんだ。あばよ、急所でも勝ててなかった。悔いはなかろう。すいえ。なんか普通に3試合やっただけでしっかりその強さをアピールして立ち去っていくのはまさしく強ポケの証。いつぞやのデデンネの録画2時間ぐらいで進捗ダメだったの嘘みてえだな。そう、低耐久で低火力だったらどんなに頑張ってもエース化は難しいが、せめて耐久だけでも高かったらなんとかなるかもしれないっていう例なのかもな。まあなんとかなるというにしてはポケモン自体が強すぎるがね。はい、こいつの対策考えないとな。まあやられる側になることもあるでしょうから対策は少し考えておきます。次回ポケモンカード編へ続くぞ。